いやー、サイエンジャパン、おしペン大先生、チンテンエシー、リベンメイメイディーツティエン、シェンマシェンマ、シーリエラ、プチガシー、シア、イーブ、ゾイ、ハイメイカン、リベンメイメイディーツツ、台湾、グアントーダ、インペンダレ、シェン、イデオカン、ナイペン。アホー、チンテンエヨー、タ。ニハオ、オシリャンニン。リャンニンさん。ありがとうございます。いや、今日何するんですか台湾の缶詰の方はね、食べていただいて結構なんかね好きでしたね。意外とこう、美味しそうに食べてたかなと思うんですけど、台湾の飲み物あまり飲まない。あ、そうなんだ。いや、飲むんですけど、うん、タピオカだけ飲みます。タピオカだけなのね、はい、もう他のものは絶対飲まない。タピオカか、うん、水だけ。極端ですね。そうです0100なんです。そしたら今日はぜひ台湾の他のね、コンビニとかどこでも買えるような一般的な飲み物、これ飲んでないと台湾に住んでる人も言えないですから。あ、本当ですか。うん、ぜひ経験していただきたい。はい、ソイチンテナチンファーシーリベメイメイディーツティエン、台湾だインデオというわけでですね、飲み物なんですけど、もう先にも買ってもう準備してあるんで、はい、ちょっと買ってる時の様子を先に皆さん見ていただきたいと思います。ナーシェンカーン、ブシアー。はい、というわけで、はい、ニーハオの飲料コーナーに来ました。はい、ちなみにタピオカだとどこが一番？ウシラン。あ、ウシランなんだ。ココとか他のは飲まない？飲まないです、ウシラン。台湾来た時、なんかダーベイの2杯飲んでました、毎日。それはいかん。大好きなんです。あ、そうなんだ。はい、いや、ちょっとこの飲み物コーナーで気になるやつまた5、6買いたいですね。気になるの？うん、気になるの。私フルーツ系飲んでみたいです。あ、いいっすね。柚子とか、これチャレンジして。あ、じゃあ柚子いってみます。あら、かわいい。来ちゃう。あと逆にこれあんまり飲みたくないなっていうやつ。飲みたくないの？ちょっとパッケージがおかしいなとか。パッケージ違和感あるやつあります。え、なんかこれ、あ、なんか思ったこれ飲みます。え、それ絶対選ばないよね、普通。選ばないよ。アスパラじゃないですか。アスパラの栄養補充って書いてます。栄養補充。野菜食べてますか最近？僕野菜あんま普段食べないんですよね。じゃ優しい。ありがとうございます。はい、お、あ、かわいい。逆におすすめありますか？あ、1個あるわ。あります？ここにないんですけど、ちょっと来てください。はい、これ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 飲んだことあります？飲んだことないです。ない。コーラっぽくないですか？あ、もうこれは絶対飲んでほしい。じゃあ飲み物もあと気になるやつ3つぐらい、うん、買ってみましょう。ちょっとこれ気になる。おおおお、確かに。え、これ俺飲んだことないです。ないですか？ちょっと気になる。いいっすね。結構お水ですもんね。確かに。水はね、多分ね。水はでもいっぱい種類ありますよね、台湾。確かに日本と比べても意外と。そう、種類がいっぱい。うんうん。普段よく飲む水とかあります？あ、いつもこれです。これの青か緑飲んでます。なんで？大きいから。大きいから。確かに。かちょっと太いよね。はい、はい、青が好きなので。ああ、ああ、なるほど。面白い理由ですね。ただあの僕らとしては、はい、あのこれ飲んでほしいですね。あれですよね、これ ESIN。 そう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 、ね、見ましたよく。うん、ちょっと青くないんですけど。あ、今度飲んでみます。 ありがとうございます。じゃあ、はい、ラホーウォーメン主演だリュウジョン飲料女子。はい、ドイツカー。都感觉很好喝耶。あ、是吗？嗯，它是一点点有奇怪的。嗯，有。是蔬菜的吗？啊，そうだよね。嗯、これは圧倒的に存在感が。確かに一つだけ違いますもんね。そうだよね。なんかこうパッケージ見てなんか日本のと違いあるかな。これは普通じゃないですか。日本でもありそうな感じ。うん、あるよね。確かにこれは日本のコンビニにも。そうか、普通に美味しそうだと思う。そうだよね。けどなんかこの両端のがちょっと気になります。ちょっとね、うん、癖あるよね。なんか飲み物にしてはパッケージが暗すぎる。日本のって結構明るい色多くないですか？赤とか緑茶だったら薄緑？黄緑か。あ、確かに。日本は赤多いイメージあります。赤、黄色、鮮やかな、ね、深緑、深緑茶色。本当だ。ちょっと怖い。じゃあちょっと早速一つ目いってみますか。じゃあ最初ちょっと飲みやすそうなやつからいきます。私これ飲みたいです。あ、これもう香料茶、あれじゃないですか、うん、あのジャスミンティーとゆず茶の子供みたいな。あ、なんだ。これはもう日本にもあるやつだ。うん、美味しそう。
ちょっとこれいってみますか、はい、開けますね。開けてみてください。台湾も結構紙パックの飲み物もいっぱいありますね。あ、これ開けるの難しいやつだ。え、紙パックって難しくないですか、開けるの。たまにね、ここがこう開いてくれない、くっついてるっていうか。あ、開けました。あ、いた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 、よかったよかったよかった。じゃあついていいんですか。はい。どんな感じ。思ったより薄い。思ったより薄い、うん、え、でもすっごいいい香りします。なんか夏の香り。素敵な表現。乾杯乾杯。お、うん、爽やか。思ったより甘いな。でも柚子茶の方が強くないですか。あ、そうだね、柚子柚子。これ絶対あの女性が好きな飲み物じゃないですか。いや、そうだよね。これ全然甘すぎないですか。甘すぎない、ちょうどいいです。あ、ちょうどいい。甘いですか。僕的には若干甘いかなっていう。あれじゃないですか、うん、お茶と思ったら甘い、甘く感じちゃ う, そ う, そ う, そう。なんかもっとジャスミンのなんかこう爽やかなウータンの感じかなっていう。でも台湾あるあるじゃないですか、お茶が結構甘かったりするの。普段そのタピオカミルクティー飲むときはどうしてます、うん、甘さ。バンタン、シャオピン。あ、バンタンなんだ。不是全糖。全糖我没点过。啊，没点过。我不是蚂蚁人。因为上面刚来台湾的时候连的是那个全糖的最甜的。真的吗？然后应该台湾人也觉得那个全糖是太甜。哦，太甜了，嗯、我不敢点。でもなんでそのバンタンに行き着いたの？もともとはウェイタンだったんですけど、うん、ウェイタンだと物足りなくなってバンタンにするようになった、うん、あ、そうなんだ。パワーアップしたんだ、やっぱり。確かに台湾のあのもうバンタンっていうのは日本の飲み物でいうと結構甘い。結構甘いと思います、うん、だから台湾人と一緒にタピオカを買いに行くと、うん、ウータンにしなさいって怒られます。健康に悪いよ。あ、でもみんなバンタン飲みますよね。私の友達みんなウータン。嘘。ウータンチューピン。ウータンチューピン。それ味あるって言っても、うん、これが美味しいのって言われるから、え、なんでだろうっていつも思います。それ台湾の友達ですか。台湾人です。え、嘘。台湾の人ってそうですか。私の周り結構そういう人多い。チャーダーマン。那这也行吗？你们怎么点？是因为我的朋友都很奇怪吗？有可能，有可能。なるほど。これは飲めますね。飲める。全然 OK。じゃあ次行きますか。はい。なんかちょっと変わったやつ行きたいですね。変わったの行きます？あ、でもこれやっぱ飲んでほしいな。これ知ってます？知らないです。ヘイソンサース。でもこれどこでも見かけます。そうでしょう、はい、これも台湾の多分代表的な飲み物、だと思う。これちょっと飲んでください。はい、飲んでみます。ちょっとまず匂いを。え、なんかもう分かります。なんか危険な匂いが。なんかアメリカのお菓子みたいな。あ、でもシップに近いと思います。入れてみますね。はい。これ僕は飲んだことあるんで、ちょっとリャンニンちゃんにちょっと一人で飲んでみてほしい。飲まないんですか。罰ゲームですか。いや、罰じゃないです。違います。いただきますね、うん、美味しくない。あんなに何でも美味しいって言ってた。え、なんかこれは違う。湿布、なんか危険な感じがします。あ、やっぱ湿布なんだ。 あれ、イソジン。うがい薬、うがい薬ね。え、でも嫌いじゃないです。どっち。いやいや、絶対気使ったでしょ。違います、違いますけど、うん、嫌いじゃないけど、うん、自分からは買わない。それ嫌いってことじゃない。そうなのかな。え、でも飲めないことはない。飲めないことはないってもう嫌いってことですよね。え、でもちょっと嫌いってことでいいですか。嫌いです。あ。え、でもこれ買う人いるんですかね。私見たことないんです、台湾で。 いるよ。でもどこにでもあるってことは多分いるんでしょうね。そうね、おかしい人がね。いる。そうなんだ。え、これ日本人の友達に買って帰ります、今度。あ、これね、ぜひ。え、コーラだよ、美味しいよ。そうそうそう。ドッキリ感覚でね、いいこと知りました。でもこれは確かに僕らも初めて飲んだ時、あ、シップの味だと思った。ですよね、うんうんうん、サロンパス。サロンパスの味、僕割と好きですよ、これ。好きですか、うん、本当に。なんか飲めるようになったっていう感じかな。自分から飲みます。うん、本当ですか。うん、おいしいおいしい。あの、自分では絶対に買わないです。ですよね、うん、絶対に買わない。特別これ飲みたいなっていう風になることがないっていう。 なさそう。美味しいんですけど。そうそう、美味しいんですよ、うん、けどなんか一人でこの量は飲めないから、うん、確かに確かに。
っていう感じだから、うんうん、多分友達とあ気持ち悪いでいいな怒らないでね、台湾だったらじゃあ不要信じよう。悪気、悪気はない。那是第一次和这个黑松沙士的李仁仁的感想就是大概这样。我的第一次也大概一样。面白い、面白い、美味しいとかじゃなくて面白い、很有趣的味道。对，有趣的味道。对对对，那是对，这个是我想的。对对对对吧。次行きますか。この辺行ってきますか。あ、そうですね。これとか。スポーツドリンク。うん、シューパー。これは結構台湾のスポーツドリンクの中でも一番有名なんじゃないですかね。あ、そうなんですか。うん、これ飲んでみてください。そんなに癖はないかな。まあ、こんなもんですかね、はい、僕はもうよく飲みます。これはあ、でもあれですよね、最近ジム行かれてますよね、うん、え、何してるの。いや、ストーリーあ、びっくりした。バカじゃないです。ストーカーかと。あ、じゃあいただきます。うん、うん、美味しい。一気に飲んじゃった。グッド。うん、ハフ。でもこれなんか特別台湾の飲み物って感じしないです。日本のスポーツドリンクとあんま変わらない感じがします。うん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 。日本だと台湾でも買えますけど、ポカリセットなんかあれが一番有名なスポーツドリンクって感じですけど、それと比べてどう？味ですか？うん。味あんま変わらない気がします。確かにほぼ一緒かな。多分目つぶってシューパオとポカリセットを飲まされても。でも分かんない。分かんない。でも私はデザイン的にこっちが好きだなと思います。むっちゃ爽快感みたいな。パッケージ的に、だってシューフのシューですよね、うん、あ、そう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 。だからなんか飲んだ感じシューフになれるのかなっていう意味でこのパッケージが好きです。おお確かにすごい爽やかな感じありますね、うん、あります。素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ、うん、残りはでも全部癖が強いですよ。いや、ちょっと癖物ぞろいになってきたな。この3つですね、残りは。で、この中で言うと多分これはまあ台湾の緑茶ですね。これはまあ多分一番飲みやすいんじゃないですかね。と飲みやすいのから飲んでみますか。そうですね。はい、じゃあちょっと飲んでみてください。いただきます。はい。甘い。台湾である。お茶が甘い。甘いですよね。違和感がすごいな。私台湾に来て初めてお茶買ったのがコユッケのお茶で、はいはいはい、すごく甘くてびっくりしたのを覚えてます。どっちの方がぶっちゃけ好きですか。どっちもいいと思うんですけど、でもなんかウータンの方が砂糖入ってない方が健康的かなって思います。確かに台湾も結構お砂糖入ってないやつもなんかかなり最近見かけるようになったなっていう。あるんですか。私飲んだことないです。全部台湾で砂糖が入ってる緑茶しか飲んだことない。あ、しか飲んだことないってことで、うん、そうです、ね、え、マジっすか。だからいつもウシランとかそういうところに行って、うん、ウータンのを頼みます。ウータンドリンク店に行って、うん、いや、どれが入ってるか入ってないかわからないからドリンク店に行って、うん、台湾って甘さとか選べるからそれを選んで飲んでます、いつも。でもこれコンビニで書いてありますよ。あるんですか。もう無糖って、無糖のやつは無糖って書いてある。美味しいんですか。は、本当に日本で飲んだあの緑茶とほぼ一緒です。そうなんですか。うん、あ、知らなかった。買いますよ。うん、じゃあ今度からコンビニに行きます。で、このリャンニンちゃんは台湾に来て1年ですよね。そうです。で、中国語歴は2年で、今大学では、スペイン語を勉強してそうです、スペイン語を勉強してます、うん、大学生活はどうですか。大学生活、うん、なんか楽しいけどすごい大変な部分がたくさん多いです、うん、っていうのも私中国語を2年間しか勉強してないから、うん、すごい先生たちはすごい優しいけど授業中に台湾語を話す先生もいらっしゃるし、うん、だからついていけないことがたくさん多くて、でもその分台湾人の友達が助けてくれるから、うん、なんとか生きていけてます。じゃあ今そのスペイン語の勉強も中国語で教わってる。そうです、中国語で。スペイン語も難しいのに中国語もまだ分かんないところもあったり、しかも英語も2年生から第2言語で加わってくるので3つ一緒に勉強しないといけなくなるから2年生ちょっとチャレンジングだなっていうのは自分で思います。じゃあ今話せるのは日本語、英語、中国語でスペイン語は勉強中で、あとちょっとリスニングだけ韓国語はできる、うん、韓国語もほんのちょっとだけ。有縁だ天才。まあ、没有ちっちゃい頃から外国語勉強するのが好きなので、うんうん、今までこう台湾以外にもこうどっか行ってたりとか。あ、そうですね、うん、もともと私海外が嫌いだった、嫌いとか苦手だったんですけど、うんうん、お母さんが
ホストファミリーの仕事をボランティアでしてたんですけど、その時に出会ったアイルランドの女の子と出会って、まあ、海外に興味を持ち始めて、うん、そこからアイルランド留学とかカナダ、フィリピン留学に、フィリピンも行ってるんだ、短期間なんですけど、うんうん、行かせてもらって、で結構視野が広がって、で大学受験ってなった時にやっぱり自分が成長できるところに行きたいなと思って、うん、この前はアイルランド留学、まあ、ヨーロッパに行ったし、大学はアジアに行ってみたいなと思って、うん、台湾を選んでいました。ヨーロッパでの留学した感じと、うん、その台湾で留学した感じってどういうところが違ったりしました？私が一番思ったのは、うん、私小学校がイマージョンスクールって言って、日本語と英語を一緒に勉強する学校だったんですよ。なのでちっちゃい頃から英語に触れる環境だったので、すごい英語には自信があってアイルランドに留学したんですけど、結構わからないことだらけじゃないですか、留学って。でもその時に結構わからないことだらけでもほっとかれることの方が多くて、でも台湾留学は私ゼロから中国語始めて、うん、でも大学進学が台湾っていうのは決まってたので、うん、まあ、中国語は1年間勉強して台湾来たんですけど、まあ、右も左もわからない状態で台湾に来たのにもかかわらず、すごい人情味がある方がすごく多いなと思って、語学をちょっとだけ勉強してその国に行くっていうのはすごいタフなことだけど、まだ死んでない、生きてられるってことは台湾留学だから成立してるのかなっていうのはすごく思います。本当に台湾の人は優しい、すごい優しい、うんうん、大変なことがあっても結構、まあ、うん、台湾の友達がいるから頑張れるっていうのもあるし、まあ、今私シェアハウスに住んでるんですけど、うんうんうん、帰ってもお家に一人で寂しくない、まあ、っていうのもあるし、うん、まあ、台湾人の友達とたくさん深い話もしたいって思えるから、中国語の勉強もしたいって思えるので、選んだのが台湾留学でよかったなっていうのはすごく思います。逆に台湾のここはちょっと慣れないなとか、なんかそういうことってあります？大学始まる時間が早いんですよ、うんうん、朝8時から授業が8時始まるので、すごい大変、そこだけはやっぱ慣れないです。日本は早くて9時だよね、1限は、ね、しかも私1年生の頃の時間割が毎日朝8時からだったので、結構8時はきついなと思います。だって日本の大学行ってた時とかはわざと2時間目からの授業のとかばっかり選ぶようにして、うんうん、もう少しでも朝起きる時間遅くするようにしてたけど、それだけは大変です、台湾。あ、まあそれも大学によるらしいんですけど、うんうん、私の学校のスペイン語学科は朝8時からの授業がすごい多いです。なるほど、はい、残りの2つ、いやこれは怪しいですね。台湾でもしかしたらちょっと苦手な部分増えちゃうかもしれない。増えちゃう、これ飲んだらもしかしたらやだどっちからいきます、これ選べないです、怪しいな。でもこれ秋菜と桂子、あれどういう意味これちょっとわからないけど気になります。意味わかんないよ、まあ、じゃあこっちからいきますか、はい、アスパラガス好きなんですけどね、うん、ちょっとびっくり、私緑と思ってたんですけど緑じゃない、透明意外、しかも匂いがない、これはやばい気がするいや本当にやばい気がする。好啊、那我喝一口、いただきます。葉子的味道，葉子的味道，なんか葉っぱの味がします。葉っぱの味。葉っぱとでんぷんが合わさった味がします。不思議。でもアスパラガスの味全然しないです。気が重いですね。これは。よまんまんだ、ちゃうだ味道。いただきます。ああ好きじゃないかもな。这个应该以后不会买。喝酒不能讲话。啊，でも意外と癖になるのかな。あのサトキビジュースとかなり近い味ですね。あ、でも僕意外とこういうの好きですか。意外と体にいいとか栄養満点とかなんかそう書いてあると、こういう草の味が強い方が、あ、本当になんか体に良さそうっていうふうに思えるから。え、騙されてますよ。騙されてるのかな。那这个给你。这个你不喜欢。不是不喜欢，因为你感觉你很喜欢喝这个，所以给你。我也不管。我谢谢。でもこれですよ、これもなんかやばそう、パッケージが。そう、これさっき言ってたんですけど、うん、やっぱり中が何色なのかがわからないから不思議。そうだよね、これペットボトル自体がこれ茶色なんだよね、うん、でも私黄色と思います、なんか
僕はいやこれ意外と中も茶色なんじゃないか。中も茶色、これと全く一緒の色。飲んでみます。うん、まず色ですね。はい、色問題は。あ、炭酸なんだ。ちょっとこれ匂い、え、好きかもしれない。好き、え、あれじゃないですか、栄養ドリンク。あ、ほんとだ。よ、本にはないやんだ。何色か、黄色かな、やっぱり。あ、黄色だ。やったー、あれだ。なんか見たことある。そうだよね、日本にもあるかもしれない。なあ、そうそうか。はい、いただきます。美味しくない。あ、これ怪しいね。なんとも言えない。なんとも言えない。でも知ってる味です、日本人は。好き嫌いで言ったら普通。普通好きじゃない。じゃあ僕もいただきます。あれ、思ったんとちょっと違うな。なんかキレがないね。パンチがないんですよ。パンチがない、パンチがない。なんかこういう日本のビタミン系の飲料ってもうちょっとね、これの2倍ぐらい。そうそう、濃くてとちょっとこう爽快感。うん、あります、あります。これちょっと爽快感が薄い感じがする。あ、でも分かりました、うん、これいっぱいあるからそんなんじゃないですか。なんか いっぱいあるから薄めちゃおうみたいな、うん、あー、なるほど。確かに日本のこういうのはもっとちっちゃい、ちっちゃい、オロナミン C みたいな。あ、そうです、そうです、うん、ちっちゃくてパンチが強いだと思います。そうなんじゃないですか。うん、ニハオトミー、对吧？对吧？啊，对吧？但我从来没看过台湾人喝这个。台湾もありますよ。そのもうちょい小さい瓶のマンニョみたいな栄養ドリンク。似てます？本当に薄めた感じかもしれない。さっきこれ飲んだ時はやっぱり見た目の通りのちょっとあの危ない味がしたんですけど、こいつはなんかこのパッケージよりは飲みやすかったか。飲みやすい。てか逆に飲みやすすぎて感動が思ったより薄かった。でもなんか思ったのが結構着色料とかついてないの多くないですか。あ、確かに。なんか思ったのは日本のドリンクって結構コーラも黒、リアルゴールドとかも黄色とか結構味も濃いけど着色料が濃い気がする。確かに。日本のファンタとかね。あ、すごい強いですよね。オレンジだもんね、うん、完全に。確かにそれに比べたら台湾の飲み物は自然な、自然な感じがします、うん。というわけで6種類全部飲み終わりました。ちょっとまた好きなのから嫌いなのまでランキング付けしてみますか。あ、苦手じゃないですよ。プッシー怖い。あ、プッシーは一番苦手ならちょっと取ってみましょうか。5位から。パオモリー私、甘いお茶がダメです。じゃあもう台湾のもうほとんどの緑茶ダメだと。喉乾いたって飲んで甘かったら、あ、なんかすっきりって感じがないんですよ、やっぱり。緑茶ね、やっぱ爽快感を求めたい。そうそうそう。あ、これはもうめちゃめちゃわかりますね。なので5位。じゃあ続いて4位、4位ですかね。じゃあ4位は、うん、これ。あ、嘘。意外ですか。チューパー？じゃああんまり好きじゃない。ちょっとパンチがなかった。パンチ重視ね。パンチ重視、飲み物はパンチ重視なので4位です。飲み物はパンチ重視なのでやっぱりスリリングな方が楽しいので。僕結構好きなんですけどね、シューパーを。でも確かにすごい飲みやすかったです、うん、運動した後とか飲みやすいと思います。そう、運動後ってやっぱそんなパンチ必要ない、うん、あ、そうですね、やっぱ嫌ですよね、うん、スッと入るのがいいかなってまあでも確かに普通に飲む分にはちょっと弱いか。じゃあ次第3位。第3位はこれ、ウェイター。あれ、なんか飲んだ時の反応を見てるとなんかそこまで気に入った感じじゃないのかなって思ったんですけど。気に入ったんですけどちょっとパンチが弱いかな。ちょっとパンチが弱いかな。パンチは大事だから。パンチは強くない。はい、ダメです。うん、なるほど、はい、味的には好き。あ、好きです、すごい好きです、うん、全部好き。これももうちょい味が強ければ1になってたかもしれない。あ、そっか、頑張りましょう。あれ、意外なやつが残ってんな。本当ですか。うん、え、じゃあ2位は。2位は嘘。ヘイソンシャース。あんま好きじゃなさそうだったのに。これは、うん、正直好きじゃないです。好きじゃないけ ど, いけど友達に紹介したいランキング。ああ、おすすめみたいな。はい、もうこれは次日本に帰るときにたくさん買って、うん、友達に飲ませて反応を見たい。いや、ちょっと待って趣旨変わっちゃってるよね。嫌いではなかったです。確かにたまに飲みたくなるだろうなっていう味。おお、あ、意外と癖になる。確かにパンチ力ですね。パンチ力一番良かったと思います。ああ、そう。お、でも1位じゃないんだよね。1位じゃない。あれ、そうするとなんかもうもしかしたらなんとなく分かる。じゃあ1位は、1位は墨香柚茶。
これすごい美味しかったですよ。あ、そうなんだ。お世辞なしに初恋の味みたいな爽やかな味初恋の味は人それぞれやかな爽やかな味がしたのでいいなと思って1位に選ばせていただきました。これは飲みやすい。パンチはちょっと、あ、1位はパンチとかいらない。あ、そう、あ、ごめんなさい。1位は安心か。はい、そうそうそう、美味しかったです。ってことは最下位はこいつ。パンチあるよ。いや、これは私結構カエルとか、うん、結構ゲテモノ食べるの好きなんですけど、うん、でもその中でもやっぱり本当にダメなやつです。なんて言うんだろう、生理的に受け付けない。生理的というかもう人間の原点に戻った感じ。どういうこと、ちょっと説明してもらって。ちょっとわからないです。お茶とかよく飲むじゃないですか、うん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 、けど人間ってこういうものから飲み始めて今まで進化してきたじゃないですか。そうだね、現代人が飲むもんじゃねえっていう。いやいや、ね、そういうことじゃない、うん、初心に帰りたい時に飲む。でも最下位なんです。これはごめんなさい、うん、あ、これはごめんなさい、ごめんなさい。そういしかしリベメイメイディーツフーダチカミンリアドパイミン、うん、どうしじゃあハオジェシュラーチカシイチャオ台湾ジーベン、あ、我不知道チカシジーベン但是比较台湾人常喝的飲料。どうですか台湾の飲み物は。本当のこと言っていいですか。もちろん本当のことをぜひ。どれもタピオカにかなうものはいない。やっぱりタピオカ、今まで飲んできた飲み物の中でタピオカが一番やっぱり美味しいです。台湾の飲み物で言うと。だからこれからも多分タピオカを飲む。タピオカか水しかこれからも多分飲まない。でも、あ、こいつは、あ、こいつはレギュラー入りね。はい、レギュラー。これ本当に飲みたいと思います。すごい。他の子たちは、他の子たちは友達に勧める。あ、なるほど、自分では飲まない。はい、美味しいよーって。いや、そんな、はい、友達に飲んでもらいたいです。あ、ぜひ。なるほど、そういう違いですし、台湾だ、全住内じゃ太好喝的。对对对，太好喝了，还没有超过珍珠奶茶的饮料，所以有推荐的话告诉我。啊，请告诉，在留言可以给我们意见吗？不然我会胖胖。いやでもありがとうございます。好，那今天的影片结束。然后还没看那个上集的日光多的影片的人，一定要看那个影片。然后今天的影片也大家觉得有趣的话，请给我们。安全还有一定要订阅咯。本当にありがとうございました。楽しかったです。またぜひ。あ、本当ですか、うん、呼んでください。一緒に動画撮りましょう。はい、シェ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 、な、バイバイ。享受每一口的瞬间。